皆さんこんにちは、佐藤大介です。佐藤のラジオ第783回よろしくお願いします。はい、今回は名古屋グランパスミッチェル・ランゲラック選手今季限りで対談ということで本日グランパス公式から発表がありました。ランゲラック選手が今シーズン限りでグランパスを離れることが決定いたしましたということです。本日はランゲラック選手について話していきたいと思います。 はい。で、ラングラク選手ですね。改めて話す必要もないかとは思いますけれども、1988年生まれ、現在35歳、ポジションはゴールキーパーということですね。グランパスには2018シーズンに加入をしてくれたということですね。まあそこからの活躍ぶりはもうスペシャルということの一言に尽きるのかなと思っております。で、毎試合のようにビッグセーブ、まあ今シーズンもね、継続してくれていますし、まあパフォーマンスはね、全然衰えるところはないと。 いう感じですね。で、やはりそういった派手な活躍。まあ、あと、ランゲラック選手自体が非常に花のある選手だと思いますので、まあ、そういったところにも相まって、華麗なプレー非常に強く印象に残っているというところで、まあ、それも一つ大きな武器だと思います。で、それに加えてなんですが、やはりゴールキーパーとして、まあ、いい意味で波がないと言いますかね。非常に堅実なプレー確実なプレーを 正確に行ってくれるというところも大きな魅力なのかなと思っております。まあやはりゴールキーパー、ゴールを守るというのがまあ一番の仕事だと思いますので、まあそれに本当に特化したと言いますかね。素晴らしいゴールキーパー。ビッグセーブが目立つゴールキーパーの中には波が大きいというか、まあ当たった日はすごいプレー連発するけれども、ちょっとポカ不安定みたいなところもある選手も いるかと思うんですが、まあ、ランゲラック選手に関しては全くそんなところはない。むしろこういった堅実さ、確実性というのが、ランゲラック選手の一番の武器なのかなと私は思っております。まあ、例えばハイボールなんかに関しても、キャッチに行くのか、弾きに行くのか、で、弾くとしたらどこに弾くと一番失点のリスクが低いのかというようなところをしっかりとね、プレイ選択して、で、それを確実にプレイ、 精度、高いプレイ精度で、あの、実行していくというようなところ、本当に群を抜いているゴールキーパーかなというふうに思っております。で、まあ、今季含めて7シーズングランパスでプレーをしてくれたということで、まあ、すごいすごいと言ってはいるんですし、まあ、実際本当にすごいプレイヤーだと思いますが、来シーズン以降ね、グランパスのゴールマウスからランゲラク選手がいなくなった時に、 改めてね、その存在の大きさを感じるのではないのかなというようなほど本当に偉大な選手だったと思います。まあ、あとは人柄ですよね。まあ別に直接何か、あの、会ったり話したりっていうことはないですけれども、画面を通じてですけれども、まあ本当にナイスガイというようなね、言葉がぴったり合うような選手かな。見ていて非常に清ががしい、気持ちのいい選手だなというふうに思っております。 で、まあ、ランゲラック選手、あの、会見でね、話していたんですが、まあ、来季以降、母国であるオーストラリアへ戻るという選択をしたということですね。まあ、やはりね、まだまだトップパフォーマンス維持しているうちに、母国でね、プレーをしたいということなのかなと思います。まあ、あのー、そういったね、ランゲラック選手の、あの、決断というものをね、最大限、あのー、尊重したいなと思いますし、 やはりね、まあ、ここで短い間で話尽くせないほど多大な貢献をクラブに対してしてくれた選手だと思います。まあ、それでね、まあ、そういった選手だからこそ、クラブもね、このタイミングでこういったことを発表したのかなと。それはまあ、クラブなりのね、あの、ランゲラク選手への敬意なのかなと思います。で、まあ、このタイミングで発表したことによりね、ファンサポーターがね、ランゲラク選手に対して感謝であったり、様々なね、思いを伝える、あの、機会が できたのかなというふうに思いますし、まあ、あの、そういうね、残りのシーズンになっていくといいなというふうに思っております。はい。で、まあ、ランゲラク選手、今シーズンでクラブを離れるということが、まあ、このタイミング、シーズン途中で発表されたということで、まあ、正直、こういった時期にこういった内容の発表がされるということはあまり多くないのかなというふうには思っています。 で、それだけに、やはり、ランゲラック選手がいかにグランパスにとって特別な選手なのかなというところを一つ表しているのかなと思います。で、あと、まあ、じゃあなぜこのタイミングになったのかというのはもう一つ、制度上の理由もあるのかなというふうには思っております。で、まあ、おそらくランゲラック選手、グランパスとの契約は今期限り、まあ、正確にはおそらく来年の1月31日までが契約期間だったのかなと思います。 で、契約が満了する選手に対しては、契約満了する6ヶ月前から他クラブ交渉を開始することができるということですね。まあ、なので、シーズン限り、今シーズン限りで契約が切れる選手を保有しているクラブは、その選手と来季以降も契約をしたいな、契約を更新したいなという場合には、7月31日までに契約を更新しておけば、他クラブに何か ま、ちょっかよと言うと正確ではないかもしれないですけれども、タクラブが名乗り出る前に、あの、契約を更新することができるということになるということですね。で、このあたりはね、JFA の移籍のに関する規定に定められてはいるんですけれども、というところですね。で、まあ、今回、グランパスは当然7月31日より前にランゲラク選手と来季の契約について話をしたんだというふうに思います。 で、まあ、ランゲラック選手のパフォーマンスであったり、グランパスの現状の編成を見ても、現時点でグランパス側からランゲラック選手との契約更新を拒むということはない。むしろ契約更新をグランパスとしては望んでいたというふうには思います。ただ、まあ、ランゲラック選手のね意向として、このタイミングでオーストラリアに戻るという決断をしたのかなというのが、まあ、今回の流れなのかなと思います。 でも、想像に想像を重ねての話にはなるんですが、まあ、ランゲラク選手は、おそらくですか、いつかどのタイミングかで、オーストラリアに戻りたいと、戻ってプレーをしたいという希望は持っていたのかなというふうに思います。で、じゃあ、いつ戻るのかということは、クラブと継続的に話し合いをしていたのではないのかなと思います。 なので、まあ、今回ね、今年の7月31日が近づいてきたから、慌ててクラブとしてはそういった交渉をしたのではなくて、今季限りでランゲラック選手がクラブを離れてオーストラリアに戻るということは、ある程度前から両者間で決まっていたのかなというふうには思います。まあ、だからこそクラブはランゲラック選手の意思を尊重して、まあ、このタイミングで発表をしたのかなというふうに思います。まあ、なんて言うんでしょう。 制度上というかルール上はグランパスとしては7月31日を超えても契約更新の交渉自体はできるはできると7月31日を超えると所属元クラブ独占交渉権を失うだけで交渉権自体はあるので別にグランパスとしてはあの最後の最後まで粘ってラッラッ選手なんとか残ってくれないかみたいなことをやろうと思えばできたはずではあるとまあただねグランパスとしてもおそらくまあここ数シーズンかまあ 近いところでね、ランゲラック選手と、まあそういう競技をずっと重ねていて、まあ最終的にはランゲラック選手の意思を尊重して、まあそういう交渉はせずにこのタイミングでシーズン限りでの対談を発表したのかなというふうに思います。まあいずれにしてもね、それがためにランゲラック選手に感謝であったり、お別れ、いろいろなことを伝える機会ができたということだと思いますし、まあランゲラック選手もずっとグランパスにいると、 いうわけにはいかないと思いますのでね、このタイミングでこういった発表があると、あったということはポジティブに捉えてね、あのー、最後、残りのシーズンですね、ランゲラック選手と過ごすシーズン、最後のシーズンですけれども、まあ、しっかりとね、目に焼き付けたいなというふうに思います。 はい。で、まあ、そういったね、ランゲラック選手との思い出みたいなところ、結構エモーショナルな話もありつつなんですが、まあ、あの、これで一つはっきりしたのは、来季の編成に今季の正ゴールキーパーであるランゲラック選手がいないということが、もうこの時点で決まったということですね。で、まあ、やはりね、この7シーズンの活躍を見てみると、ランゲラック選手の穴というのはそう簡単に埋まるものではないでしょうし、 あとは、まあ、ランゲラック選手がクラブを離れるということで、ゴールキーパーにどのような能力を求めていくのかというところもね、本当に現代サッカー、ゴールキーパー求められる役割多いですから、で、まあ、J リーグが取れる選手ということは、すべてを兼ね備えた選手ということにはおそらくならないでしょうから、まあ、どういったタイプの選手を取ってくるのか、まあ、果たして、まあ、取ってくるっていうことで決めつけるのは良くないかもしれないですけれども、どういったタイプを求めるのかと、 いうことで、来季のゴールキーパーの編成というのは変わってくるのかなと思います。で、現状、グランパス、ランゲラック選手を除くと、3名のゴールキーパーチームに所属をしている。武田選手、杉本選手、ピサの選手ですね。で、さらに、三井選手が J2、徳島へ、東選手が J3、琉球へ、それぞれ育成型期限付き席をしているという状況ですね。で、まあ、果たして来季、 グランパスのゴールマウスの前には誰が立つのかということですね。で、まあ、やっぱりゴールキーパーは出点に直結するポジションだと思いますので、非常に大切なポジションですね。まあ、エースストライカーと同等のような価値のあるポジションだというふうに思います。で、まあ、来季に向けてね、あの、ゴールキーパーの編成に関してでも、準備する期間というのはたくさんあるということですね。まあ、来季、グランパスがゴールキーパー どのような編成でシーズンに臨むのかということですね。本当にグランパス、ランゲラック選手に救われていた部分、ランゲラック選手のおかげで取れてきた勝ち点というのはかなりあると思うので、ここをおろそかにする、安易な編成をしてしまうと、本当に手痛いことになるというふうに思います。まあ、そんなことはね、私が言うまでもなく分かっていることだとは思いますが、本当にね、 これまでと同等か、これまでを上回るようなね、編成、ゴールキーパーについてというところは期待したいなというふうに思います。まあ、ランゲラック選手、ポストランゲラック選手ですね、どうなるのかということも将来に向けて非常に、まあ将来というかもう来季ですね、非常に大切かなというふうに思いますので、いい準備をしてくれるということを期待したいなというふうに思います。はい。そんなところで佐藤のラジオ第783回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。